を伝えますと打ち込むべし。高校の部活動として大人の太鼓集団とは違った若者の情熱、力強さ、軽快さを前面に押し出した太鼓の演奏を心がけております。ここで創陽高等学校和太鼓部の芹澤さんにお話を伺います。インタビュアーの東さん、お願いします。はい、では芹澤さんにインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。ではまず和太鼓部の紹介をお願いします。私たち創陽高校和太鼓部は、先ほどおっしゃってた通り、3年生が17名、2年生が18名、合計35名の部員で活動しています。また、モットーとして打ち込むべし、熱き鼓動を伝えますを掲げていて、高校生らしい力強さ、軽快さを前面に出せるよう日頃から心がけています。ありがとうございます。では今日の演目について教えてください。今日は4曲演奏させてもらうんですけど、楽しい曲から激しい曲までさまざまな曲があるので、自分たちはそれを表情なので表現するので、ぜひそこにも注目してみていただけたら嬉しいです。では最後に、これから演奏ですが、皆さんの意気込みを教えてください。よりたくさんの拍手がいただけるよう、分一度全身全霊を込めて打ち込んでいきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。では伊藤さんにお返しします。それでは創陽高等学校和太鼓部の皆さんによる演奏を行います。よろしくお願いします。
けという曲でした。この曲は顧問の小林先生が三宅太鼓を原曲とし、三宅と編作曲した創用の伝統曲となっております。大海原の孤島に一人残されたかのような、悲しく寂しく物悲しい様子を表現できていたと思います。次にお送りいたします曲は2年生部員による3個です。この曲は、その名の通り、山に連なっている様子を表しながら、3つの太鼓が山を、3つの太鼓が山となっております。で、後半になるとテンポがどんどん速くなっていって、締めと、太鼓の掛け合いがあるので、そちらにも注目してみてください。それでは準備ができたようなので、2年生部員による3個です。どうぞ。
3人で取り合うっていう演出の曲となっておりました。いつもの、和太鼓パフォーマンスとはちょっと違ったちょっと力強いパフォーマンスだったんじゃないかなと思います。さてさて皆さん、ここは成田ですよね。もう私たちはこの成田太鼓祭りをもう待ちに待ちに待っておりましたもう本当にここの成田太鼓祭りっていうのはもう自分が1年生の時、2年生の時に初めて来たんですけど、もう全国的な太鼓のお祭りで、もう各地からプロ集団をはじめとするさまざまな太鼓集団の方々がいらしてますよね。皆さんもいろんな太鼓集団の方々の演奏を見ましたか？もうすごい演奏ばかりだったと思います。そしてただいまお送りしましたブチ合わせ太鼓をはじめとして、さっきまでの曲っていうのは結構力強い曲が多かったと思うんですけど、次私たち創陽太鼓一部、最後の曲となります4曲目はエッサ・オダーという曲をやりたいと思います。ですがここでですよ皆さん、ここでなんと今回はスペシャルバージョンということで、埼玉県にあります武蔵越生高校さんとの、清流さんとのコラボをしたいと思います。ただですね、皆さんにお願いがあるんですけど、ぜひこのコラボという素敵なこの瞬間をですね、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、皆さんもどうぞ手拍子など私たちと一緒に、曲の一緒曲私たちと一緒に、曲を楽しんでいただけたらなと思いますので、手拍子のほどどうぞよろしくお願いします。ここで、私たち創陽高校と武蔵越生高校の清流さんの部長さんをお呼びしたいと思います。セイザータクト君と原光太君です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではまず武蔵越生高校さんの部長さんに、自己紹介をしていただきます。皆さんこんにちは。見て分かる通り自分たち、実は創陽高校と、武蔵越生高校は結構とても仲良しでございます。近年ここ成田体育祭りでは、武蔵越生高校さんと創陽高校で、毎年のようにコラボさせていただけるんですけども、本日も、武蔵越生高校さんの力を借りて、コラボさせていただきたいと思います。それでは本日、発表する曲の、曲紹介を少しずつしてさせていただきます。ではまず武蔵越生高校さんお願いします。はい、私たち武蔵越生高校の清流がコラボ曲でやらさせていただきます曲は明かりという曲となっております、この曲は、各パートの各ソロがあるのでぜひそちらにご注目してご覧ください。それでは次にエッサ小田原の方の曲紹介をしていただきたいと思います。はい、自分たちがお送りするエッサ小田原という曲は、太鼓の打ち手だけでなく小田原提灯といった提灯を持った猿という踊り手のパートも出てきます。今回は特別バージョンということで、越生さんの方にも猿をやってもらいますので、そこにも注目して見ていただけたら嬉しいです。それではもう準備ができているようなので、参りたいと思います。創陽高校のエッサ小田原、武蔵越生高校のあかりのコラボ曲です。どうぞお楽しみください。
花咲ステージでまた演奏があるので、よかったら足を運んでください。お願いします。この後部活動の情報は、ね、ここ未来ステージで2時20分から演奏の方をさせていただきます。ぜひ来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。